から先生にお会いしていろいろな話を聞きます。はじめに給食のことをお伺いします。子供が嫌いな食べ物が出た時はどんな風に対応しておられますか？はい、好き嫌いが多いですよね。嫌いなものを無理に食べなさい、全部食べなさいということはありません。でも学校は 何もかもが勉強の場ですので、皆さんが作ってくれた給食を少しでも美味しく食べようね、感謝して食べようねということも指導していますので、一口でも自分の食べられる分少しでも食べてみようかと声かけをしています。で、食べられない分たくさん減らして、ちょっとずつ食べれるように練習するようにしています。それと学校の給食はものすごくみんなで食べると美味しいよ、ものすごく楽しいよっていうことをね、常々ね、声かけするようにして、給食で食べたら、あ、知らん間に食べれたな、美味しかったなっていう子がね、多いのもそのせいかと思いますが、みんなで楽しく食べれるようにしていますので、ご安心ください。この小学校では給食の時誰と食べるかを子どもが自分で決めていますか？それとも何か決まりがありますか？給食は基本は普段の授業の席で食べていますので、子どもたちが誰かと食べるということを決めることはありません。でコロナ禍、ね、の前は班で食べていましたが、今は前を向いて食べています。もうそろそろ班で食べれるようになるかなと思っています。給食の量を減らしてもらうことはできますか？また時間内に食べられないときはどのように対応しておられますか？減らすことは可能です。子どもさんによって食べる量は違いますので、自分で食べれる量を決めています。食べれる量を決めたらそれだけは頑張って食べようねと言っています。で時間を子どもたちに示して、あと何分で終わりだよって、そこからおしゃべりしないで頑張って食べようねと声かけをして、できるだけ時間内に済むように励ましています。どうしても食べられないときはそのお子さんによってですが、ちょっと残って食べてもらうこともありますし、もうここでじゃあここまで頑張ったから終わりにしようねって言って残すこともあります。あーよかった、これで給食も安心だわ。これから校長先生にお会いしていろいろな話を聞きます。それでは登下校時などの安全について丸山小学校の三木校長先生に話を伺いたいと思います。校長の三木です。登下校についてなのですが、親の送り迎えは可能でしょうか？はい、親の送り迎えは可能です。よく1年生の親御さんたちは朝一緒に学校に来たり、帰る時も迎えに来る時があります。それは自由なので、送り迎えはしたい方はしてください。登下校では集団登校を実施しておられますか？それとも個別が登校しているのですか？はい、丸山小学校では集団登校はしていません。でも他校では集団登校をしている学校もあります。集団登校をしていない学校は近所のお友達と一緒に来るかなどして複数で来るようにしています。あ、これで心配のことが減りました。ありがとうございました。それでは小学校生活や学習編についてお聞きしたいと思います。小学校生活に向けて練習や習慣づけておいた方が良いことはありますか？はい、一つ目は自分の名前が読めるということです。各指導は学校に入ってからしますけれども、やっぱり自分の名前をロッカーや靴箱を探したり持ち物を探したりするためにも、自分の名前が読めるということはしておいてほしいと思います。それと2つ目はやっぱり挨拶返事、コミュニケーションの基本でもありますので、挨拶返事が大きな声でできるということ。そして3つ目は幼稚園や保育所でも頑張ってこられたと思いますが、自分の身の回りのこと、体操服に着替えたりとかトイレに行くということが、自分でお片付けなども含めてできるということもしておいてもらえたらありがたいです。学校に行きたくないと言っている子どもに保護者はどんな関わりをすればよいでしょうか？はい、とても心配だと思います。でも1年生担任は学校は楽しいところだということをまず一番に置いて毎日を過ごすようにしていますので、とにかく学校へ
励まして送り出してもらいたいと思います。学校行ったら担任の先生とね、あの毎日お話し合いして、こんな楽しいことがあるよっていうことを子どもたちに話していただいて、送り出していただくようにお願いしたいと思います。発達に支援の必要な子どもに対して、学校生活や学習面でどのような対応を行っておられるでしょうか。はい、学校では個別に対応を心がけています。特別支援学級に抜き出しをして学習をしたり、またサポーターや特別支援学級の先生についていただいたりして、あの手厚く指導するように心がけております。あ、これで心配なことが減りました。丸山小学校の先生方、ありがとうございました。